スが7連打、コースがバラバラだ、7連打のコースがバラバラだ。誰なんだ？大丈夫か、うん、レフェリーですね。レフェリーの高さ、同一人物ですね。はい、ご紹介を務められました青田県株式会社代表総務でございます、高橋康美でございます。本日は、まずチームの皆さん、ご参加いただきまして誠にありがとうございます。また、本大会運営にあたりまして、多くの企業様、多くの、クラウドファンディングの、ご支援者様、ご支援者様、また、運営ですね、多くの、ボランティアスタッフさんですね、ご協力いただきまして、ご応援いただいて、感謝申し上げます。本当にありがとうございます。また、私たちも新型コロナウイルスで皆さんの趣味が、なくなってしまうことをですね、厳しくですね、どうしてもそのいい節目を作ってですね、次に、スタートを切っていただきたいと思います。特に SSS 番組の皆さん の, 熱い思いですね、一度心を打たれましてですね、ぜひですね、最高の思い出にしていただきたいと思ってますので、はい、とても一生語れる思い出を今日作ってください。はい、本当にありがとうございます。一生忘れないような思い出ですよ、千葉の皆さんですね。はい、ぜひ怪我なくいい思い出になるようにですね、頑張っていきましょう。じゃあ今日よろしくお願いします。今まではね、男子男子ときて最後女子ですからね。オレンジのリストバンドをつけてるのは最高学院の選手ですね。今 HC1 番、あーっと、いた SSC1 番、大和田君が走ってるか、1番、中村が走ってる、はい、おーっと、ボールが手につかない、どうとするか、この位置さあ、SSS7 番の山本ココナ、5番の5番父さんの横の石に突ってしまいました。9番ですね、いた、フリースローです。さあパスが回って、さあポストにボール入れた、うわー激しいぶつかり合いですね。 HC1 番ジュニア3番イエローカード、警告が出ました。はい、結構釣り合った試合というか、あーとボールが手につかない。さあボールどこに出せるか、佐藤からパスだ、惜しい、8番の野口義理のシュートは枠を捉えることができない、サイドシュート惜しかったですけどね、佐藤がしっかりパスしたんですけどね。第1千葉の3番ソルジャン、佐々木蘭がセンターバックに入る、あダブルポストですかね。おーっとソルジコ赤橋のシュートはちょっと両チームの高いですかね。ここから山本がセンターに入って、佐藤から山本、山本ステップシュート、あ、ボールが出た、ポストからナイスシュート、アンケート。おっとナイスパス。あ、惜しい惜しい。いいパ
でしたけどね、11番の大和田に通れば、ノーマークのチャンスというところだったんですが、今通らずですね。さあ、HC1 番の方は、サイドプレーヤーが11番の高橋、そして左のバックプレーヤーに9番の成田、センターバックに3番の佐々木、ウィンドバックプレーヤーの、8番野口が今、切り込んでいて、ダブルポストの状態ですね。ポストプレーを生かしながら、バックプレーは広いスペースを攻めるという攻め方で今 H1 が攻めています。あらさきさん、うまいですね。さあ、ベンチも喜んでいる。ベンチが盛り上がってますね。はい、10番3年生の、サウスポーの高橋ですね。父親より上手くなる。父親より上手くなる。あ、赤橋さんのお父さんもハンドボールやってたんですよね。なんかね、娘さんが父を超えるってなんかかっこいいですね。先生や監督、うん、名前を間違えて呼ばない。何と間違えちゃうの？赤橋と間違えなさそうな名前だけどね。高橋か。おー、ナイスゴール！赤橋。そうですか。父親がコーチで始めた。いやでも娘さんの姿今、赤橋さん見てくれてるかな、会場で見てくれてるのかな。さあ2点すべて赤橋が取っている。さあ佐藤、佐藤が打った。さあ、あーっとこれ退場ですね。赤橋、10番赤橋選手が2分間の退場です。これ20分しかないですからね、これね、2分間大事に痛いですよ。さあ、数的優位に立って SS のハンドボール、しっかりとボールを回して間を攻めながら、そうだ、そこだ、そこです。ナイス、力強い。山本ココナ、会場中世、高校3年生、センターからカットインで力強くねじ込みました。素晴らしいシュート。さあこれ、人数が少ないんですけど、これゴールキーパー下げてますね。 H1 は H1 はのゴールにはゴールキーパーが今いません。 SS さんのボールはボールを取ると、無人のゴールに、シュートにチャンスになります。そうですね、しっかりとコンタクトして、あ、始まる、強い、うまい、ナイスです。シュートした山本ココの始まる動物コショウ、引退試合が見せられなかった分頑張ります。引退試合が見せられなかった分になってる。ターンオーバーですね。さあ、今まだ続きますからね。相手は一人少ない状態です。間を攻めて、空いているところを狙っていくそう。強い強い強い。あーっと、ナイスカット。さあ、ここ速い、3番佐々木ラン。佐々木ラン、ナイスバー。ゴールキーパーの背番号は7番だ。これは7番が2人いるということで、誰なんだいったちょっと不具合が生じてますが、保護者の方にメッセージ、佐々木蘭ちゃん、たくさんの大会が中心になっても大会を悔いなくやるのが楽しくて、あ、見てほしい、ぜひ見てほしい。おお、佐藤さん、おーっと、7m、 SS さんの9番佐藤綾香、佐藤綾香が ここで 7m スローのチャンスです。最終的に佐藤彩が打てと言われて断ったが結局打つことになった。一つ一つのシュートが1点の大学4年生、最後の思い出を作るためにこの大会に応募したということです。惜しい惜しい惜しい、結構いいシュートが入らないですね。さあ、練習中は戻ってきた赤橋が乗ってきた。赤橋がそれで攻め込む。おっと、赤橋強く攻め込んだが、ボールは枠を捉えることができない。さあ、佐藤彩香ちゃん、うん、ボスさんの高橋のメッセージ、いつも試合の応援に来てくれて、やりたいことを何も言わずに支えてくれ、本当に感謝しています。今回の大会は応援には来れませんが、目から応援してくれていると嬉しいです。少しの良いプレーを見せるよう頑張ります。おえー、なんちゅういい子なんだ。おい、うちの娘になってくれ。高橋からゴール下げ、ゴールです、ナイスです、いいペース、素晴らしい。 SSS 野口が熱いですね。野口のペースがすごくいいですね。気持ちがこもってる。
高校3年生野口リリー、最後のプレーになるのか。高校生いいプレーしましたね。今ディフェンスも良かったですし、リバウンドも上手く取りに行ってますね。野口リリーの厚いプレー何ですか。もう続けたからこそ今があるっていうね。おお佐藤ナイスシュート。難しいんですけど、ゴールキーパーからかなり遠いところに打ってきましたね。さあ3対3、さあ佐藤、さあ先ほどシュート決めた佐藤がボールを出して、5番がなんていう名前だった5番の名前知りたいね。そういいですよ、はい、7番山本ココナセンター、で9番の、佐藤は右のバックプレーヤー、13番の清水、清水が終わった、ボールが取りつかなかった。さあ高橋、高橋がドリブルから攻め込んで強いぞ。オッケーナイスバック、山本山本、さあもったいない、いいディフェンス、いいディフェンス、清水崎がいいディフェンス、そして前を狙って高橋、高橋が打った、赤橋がね、やっぱ積極的に前に狙ってますよね。さあコーチからも温かい声が飛んでいる、ね、自分のやっぱ活躍した姿を見てもらいたい、もうこれはありますからね。やっぱりお父さんの前でやっぱプレーすると特別なものあるでしょうからね、うん、僕ももしも自分の娘が目の前でプレーすると泣いちゃうもんな、うん、返した、そこから惜しい、9番成田、キャプテン成田のシュートは枠を捉えられなかった。あのナイスキーパーでしたよ今、中村夏樹ナイスキーパー。さあここからですね、しっかりボールを回して1点差ですね。今日初めてこの僅差で競ってる試合なんじゃないですか。そうですね、うん、さあパスを出していいですよ、7番の山本ココナ、あーパスカット、さあこれ間に合うか、間に合わない、11番の高橋真央必死出したの間に合わない。さあ来た、ナイスパス、いいパスだ、空いてる、あーナイスキーパー、さあ目立っているゴールキーパー中村がつき、中村がつき、ナイスセンです。あーうまい、あの切り替え方もうまかったですね、その、うん、あの間よく入ってきましたよ。さあ AC 島はこの、ゴールから近いところに5人を並べて1人、11番の高橋真央が残り10分、もう1ですね、5-1 ディフェンスですね。さあ佐藤からボールを回して、佐藤前しっかり狙って、あ速いですね、ナイスパス、はい、そうですね、ちょっとボールが入ってますね、大和田にうまく佐藤が切り込んで大和田に出したんですが、大和田がちょっとエリアの中に入っちゃってましたね。さあ9番、成田勝利、キャプテン成田から、ナイスシュートは危ない、7番山本高校の青はゴールキーパーですね。じゃあ山本高校の青攻めるのが7番の2人いるんですよね、これね。まあでもナイスキーパーですね、今度で。まあ中橋のシュート力あるところしっかり止めましたね。さあ佐藤から、また佐藤の1対1ですからね、ここうまい。さあポスト狙っていけるか、しっかりとコスプレーがどう、おおいいですね。さあ絡まれながらも攻めていって、H1 番の6番今泉がしっかりと守って、フリースローにしましたね。11番の大和田ですね、 SSS は大和田がもう少し、おっあーレスキーバー出ましたね。8番野口リリー、中村夏樹がナイスキーパーだったんですけど、リバウンドを取った野口リリーが、ループシュートですね、ふわっと浮かせて、野口リリーのハンドボールを始めたきっかけ、なんすかマイナー競技なので話のネタになりそうだと思った、話のネタから始めたんかーい、うん、でもね、この3年がやってるうちにね、うん、この好きになったんですよ。野口リリーはやっぱハンドボール好きっていうプレーの仕方ですよ、うん、
前半14を取ったところで6対4で H 千葉がリードしています。さあ SNS の方はですね、しっかりとこの11番ですね、11番の大和田を生かしたプレーしたいですね。この H 千葉の11番の高橋が前に出てる下のスペースは、そうですね、こういったプレーですね。さあ速攻、さあ戻りが早い。清水美咲が、高校2年生、先輩たちのためにもしっかりと点数を守りたいということで必死で戻ったんですが、それをものともせずに野口がですかね、決めました。野口奈々が決めましたね。早かったですね。さあ佐藤が行って、おー、ナイスパス、そうですね、あー惜しいですね。さあまだ SNS が持ってる、あー持たないですね。ここしっかり戻らないで速攻でやりますよ。あーうまい、エンチチワはもう走るのでね、随分練習してるんで、よく走ります。さあ SSS はしっかりと攻めていかないと、どんどん点差が離されますからね。今攻めはしっかりと攻められているので、佐藤の1対1からこの大和田というパターンは1個できてきているので、その次に絡んでいくかどうかですね。野口、8番の野口リリーあたりが切っていくかどうかと。ちょっと止まったままだとパスが通さないですね。高橋かな、はい、今取った6番のナイツ、今泉から今泉がねじ込むか、ねじ込んだ。いいシュート。さあここ、SSS の方はですね、指導者がいないのでタイムアウトとかね、自分でちょっと要求したりしてもいいかもしれないですね。ちょっと落ち着かせた方がいいかもしれないです。そして佐藤の1対2のポジションしているところがあるので、もう少しですね、そう、7番の山本ココナ、あ、いいですね、いい、あー惜しいです、ナイスシュバルです、中村がつき。さあ前狙ってた、高橋から、8番野口、さあサイドという声が、監督から飛んでますね。ハンドボール日本代表女子織姫ジャパン、何の織姫ジャパンが知ってます？ご存じない、ハンドボール何人対何人でやりますか？なんでだよ、数えろよ。7対7だよ、77で、77といえば何？そう、77と織姫と。じゃあ、ハンドボール男子の方がやりたい。そこ、ナイスシュート。佐々木さくら1年生だ、1年生でこのプレー素晴らしい。前半は残り5分、ご飯の時間のおしゃべり、そうですね、中1だから小学校上がりたてだからね。なお、ご飯の時間のおしゃべり楽しいでしょ、それは女の子だしね。練習頑張ります。ああ、なるほどね。で、親御さんには遠い体育館まで送迎ありがとう。いや、もうみんなね、このすごい偉いよね、みんなね、なんか当たり前だと思っちゃうじゃない、やっぱり子供の頃って送ってもらうのとかもね、それをなんかちゃんと感謝できるって素晴らしいなと思う。おっと、ナイスパス、野口、おっと、惜しい。さあ、今ゴールキーパー触ってたか、いいですね、触ってなかったですね。今でも8番野口のシュート良かったですよ。さあ、ここ守りたい、このままが離されてしまう、しっかりと、あ、いいですね、続いてナイスパス、そのままいった、サイドも入ったんですが、さあ、おとなしの方でタイムアウト取るかどうかっていうことを話ですかね。今シュートした佐々木ランスは、先輩だからずっと引退してから7人ぴったりでやってきて、今となっては各スポーツさんの大会で思い出です。なるほどな、取った、あーナイスキーパー、今うまくね、このリバウンド取って、さあ中村夏希狙っている、3年生の中村夏希、さあボール取った、
そうですね、今ボールを取ったんですが、フリースローで H1 番ボールで再開ですね。さあ、これはですね、タイムアウト。H1 ジュニアの1分間のタイムアウトです。あ、また当たってましたか。そうですね、ジェイソンちょっとね、やっぱね、画面に通じて分かるかどうか、不安なんですが、ジェイソン、でかいです。ジェイソン、体がでかいんですよね。さあ、ここでですね、ハローテックの音無朝日、こちらはですね、SSS ハンドボール部でアドバイスしますが、音無さんはですね、石川県の強豪、小松市立高校出身なんですね。何度も日本の女子にあまり見られないスカイやバックパスにトレンキーの技を挑戦的にやったするなかもですというふうに言っていましたので、このあとのというね、フィニッシュが、前半の残り時間が3分となるところで、千葉中学生の方が高校生の早くせの、SSSハンドボール7点リードすると。いう展開になってます。そして絶好調の H1 マジュニアです。さあ、H1 マジュニア、3年生11番の高橋真央、そして9番の成田詩織キャプテン、センターバックに3番の佐々木蘭、ナイスランです、佐々木蘭ですね。10番大活躍の赤橋真奈美、そこで8番は2年生の野口奈々葉、ホストプレイヤーに6番に前で見る感じですね。さあ、サイドが行ける、サイドが行け、スカイプレー惜しい。さあ、あれは MC のやはらが催促したようなスカイプレーでしたね。はい、スカイプレーなどしやってますよね。スカイは2年生の他に挑戦してきましたね。素晴らしいですね。さあ、ここは、点差を詰めるチャンスですよ、SSS。しっかりと、佐藤の1対1からこのポストの大技を狙う。あ、ブロック入りましたね、トップケースに。ここでしっかり当てて、いけいけ、勝負しろ、そうだ、あー、いっちゃってますね。そう、あそこはですね、5番の選手がもう無理やりねじ込んでもよかったかもしれないですね。そう、前をしっかり見て。さあさあさあ、いいですね、この11番の高橋真央のディフェンスが非常にいいです、トップディフェンス、この牽制の仕方。じゃあね、たくさんに本当に良かった、ハンドルに出会えて、本当に良かった、小泉京子みたいだね、本日2度目のキョンキョンだね、これね。さあさあ回した、赤橋だ、赤橋のシュート止めた、ナイスキュー。そして僕も矢原さんも名前がわからない名前がわからないので呼べないっていうね、この状態なんですけど、残り1分、前半残り1分です。さあ、いいプレー、いやー、13番の高校2年生、清水先、先輩のためにも負けるわけにはいかない。さあ、決めるか、そして大当たりの中村、止めるか、惜しい、枠に入らなかった、足首も外れてしまいました。さあ、切り替えて、惜しい、残り45秒。さあ、残り45秒で、これはですね、セオリーでいうとしっかりボールを回して相手に攻撃のチャンスを渡さないと、残り10秒ぐらいにシュートを打つ、10秒から5秒の間にシュートを打てるようにすると、向こうに攻撃の機会がいかないというか、10秒でも難しいかな、5秒ぐらいかな、しっかり時間を使いながら攻めるというのが大事ですね。あ、いいパスですよ、佐々木だ、佐々木だ、さあ残り15秒、ここは少しボール早めに回したですね、シュートまで行きたい、そうですね、残り10秒。さあ、いい、ミチリリーの力、さあ、ボール入った、ナイスプレー、13番シミキリさん、これで前半戦の終了です。13対6、13対6で H1 マジュニアのリードです。
頑張ってほしいですね。ハーフタイムに名前が分かんない人に名前聞いてるから失敗したの。さあさあボール回して、まあ、赤橋ですね、この10番の、サウスポーの赤橋、注目選手ですね。非常に得点能力高いですからね。この一発目の、プレー、もしかしたらスカイプレーとか狙ってるかもしれないですね。あーうまい、そうですね、サインプレー、あーナイスキーパーですね。さあ11番ゴールキーパー変わってますね。さあ前狙った、清水、あー決めた、ボールが手につかない。さあ赤橋がボールをカットして、ランさんですね、そういったん。さあ14対6、ここは苦しくなってきている、9番の佐藤彩が中心に、まあ、1対1をしっかりと攻めて空いているところを狙っていきたい。おっ、ですね、リー、小口リー。さあ清水美咲、7番の山本ココナ、野口翔、野口翔、1対1、素晴らしい、ナイスキーパー。何度も、チームのピンチをしのいでいる。あ、ナイスカット。さあ前に行って清水、行けようか、行けるか、ナイスシュート。清水ナイスカットから、ナイスシュート、赤足から佐々木ラン、速い、目がランランとしている、素晴らしい。中心になって、この大会悔いなくやると、佐々木ランさん、いい合わせ方でしたけど、さあ佐々木ランからこのボールが通って、また佐々木ラン、赤足へのパスは佐藤のカット、さあナイスカット。さあ6番のナイスカット、さあこのオレンジ色のリストバンドをつけているのが最高学年の選手です。今泉ゆりちゃんは判定とかない、ダブリエルパターンですね。ダブリエルパターンです、ダブパターンですね。あと間に合ってすごくよく取ったリストバンド、危ないですね、リストバンド。さあ山本ココナが攻め込んでいって、佐藤のシュート、おお、届かないところに狙ってますね。今日は清水の活躍目立ちますね。やっぱ思い入れが強いね、アンケートの量も。そうね。さあ赤石オーバーステップ。赤石オーバーステップ。さあ速攻。速攻で持っていくか。佐藤から清水。2番が出てきましたね。先ほどゴールキーパー、ゴールキーパーがコートプレーも務めてるんですね、これ。お互いゴールキーパーが専門じゃない人がゴールキーパー、ナイスだ。よくカットした。さあ、千葉ジュニアも。おいしい千葉ジュニア。6番の今泉が、うまくバックアップしたな、このボールが、ラインを割ってしまった。佐藤が素早く拾いに行って。やってると演奏が何でやるかもしれないと思います。何でやる、矢原さんが演奏を何でやったか忘れてしまうということです。裁判に問題があると思うんでね、ちょっとSSS は3回 SSS ですね。 狙ってる結構届かないと思うんで、コースがいいですよね、佐藤選手のシュートは。さあ赤足ですね、赤足キープレー、これほっとくとどんどん前行きますからね。うわー、力強い、あー何もないと、高橋選手何もないと、高橋選手、あーうまい、今いいとこ狙いましたよ。さあ山本コーラー、スピード上げた、山本コーラーが行って、チャージングですね。あれ、突っ込んでくるのね、守るの勇気いりますから。素晴らしい。さあ、これで点差が少し縮まりました。7点差になっています。佐藤から、もう一リリー。
声がよく出てますね、チーム7番。さあ、佐藤の1対1、1対1か、あ、惜しい、ボールがつかない。はい、高橋真央、高橋真央から。高橋真央が出てくる前、力強く、あー、トライスバック、清水に先。清水、ディフェンスもいいですね、活躍してますね。清水は身長も高いですね。うん、清水と山本コーナーこの真ん中を守る。そしてこの赤橋のところですね、赤橋とこの佐藤のマッチアップが注目ですね。この1対1強者同士。ああ、今うわ、そうですね、トリッキーなプレー出しましたけど、さあ、そこ右が空いていたが、そう、うまくしとるかわした。いったさあ、ここつなぎたい、つないだ、いけ、清水美咲、よく守るか、 OK、 惜しいね、すごい。中村のセーブが目立ちますね。そう、よく見てますね、黒崎さん。さすが黒いとないけん。この方はもう大崎電機大曽のサポーターで、トップレベルの試合をよくご覧になってますから、しっかりとした評論ができますね。さあ、H 千葉、佐々木蘭の方からサインが出てますね、今ね。何のサインなんでしょうか。何かセットプレーを、試してくるような気がしますね。さあ、ここでまたトリッキーなプレーか。さあ、焦らずに SSS は少しずつ清水美咲が強くいく。あ、ディフェンス佐々木蘭はコースともに活躍しますね。さあ、佐藤から山本コナー、ココナー、野口リリュー、山本ココナーからナイスパス、うまい、はい、あ、惜しい、あ、さあ、佐藤惜しい、ボールが手についてない。さあ、そこ、これは人数的に負けている。足に当たりましたね、キックボールですね、ハンドボール、足でボールを扱ってはいけません。キックボールの反則で、SSS ハンドブのボールで、ゲームの再開ですね。さあ、いい攻めできてるんでね、最後のキャッチ、最後のシュートのところだけしっかりと決めていけば、SSS ももう少し点差縮められると思いますよ。あ、いいですね、いいですね、そう。今のステップシュート、枠に入ってれば面白いシュートでした。さあ、赤橋に高めについてますね、佐藤が。赤橋がマークを外して打ちに来た。おー、ナイスキーパー、ナイスキーパーですね。さあ、ナイスキーパーからしっかりパスを出して、山本ココナから出して、5番の人に前に聞いてくれました。ああ、ナイスキーパーです。それ2人待ってて挟んで、さあ、最後は空いてる。おー、 OK、 ナイスキーパー。後半に入って H1 番の速攻にリズムが出てきましたね。空いてるところを確実に攻められてましたね。ダブルに切りから佐藤がもっと前に狙った方がいいですね、今。さあ、ダブルポストに入れてポストとの2対2なんだと思うんですけど、そうですね。ああ、よく取った、よく取るところまで行ったし、シートがしっかり打てなかったと。さあ、ナイスキャッチ、ナイスキャッチ。さあ、いいシート。9番の佐藤ね、もう一度、ナイスシュー、ナイスキーという言葉を言いながら走り抜けたいんだと、コートを走り抜けたいんだと。ここはね、ハンドボールで、お父さんに誘われて、ね、お父さんがいて、あ、ナイスパス、中村が止めまくるね、本当。中村がつき、H1 番、1番、中村がつき、ナイスキーパーです。さあ、ご機嫌でした。さあ、最後までくじけずに前を狙ってほしい。いい攻めできてますからね。さあ、20対9で千葉ジョニアが連動しています。長かったと、垂れ込みありますからね。垂れ込みって、おい、わあ、刑事か、俺たちは。ミスです、垂れ込まないよ、千葉ジョニアゴール。垂れ込みって初めてよ、コートピア連続殺人事件で初めて知ったのに。誰もついてこれない、ついてこれない、実はね、誰もついてこれないと思うんだけど。最後はヤスなんですよ。ごめんなさいね、これね。さあ、 SSS
ヤスの肩に表情型のレースリングが入った赤なんだ。マットボールが自分たちの身を呼ぶだと言っていました。見せてください、そのマットボールを。さあ、やっここだ、ここだ、ここだ。ボートビア連続殺人事件の犯人はヤス。ナイスシュー。さあ、追い上げていきましょう。 SSS ハム、エニックスが出した1本目のソフトがボアドア、そして2本目はボートビア連続殺人事件の中ソフトですね。さあ、ナイスカット、赤八がナイスカットだ。残り10分、ママいくか。ナイスシュー。さあ、タイムアウトですね。これで SSS ハンドルの1分間のタイムアウトです。さあ、ここ、このまま行っては良くないぞ。高橋真央ちゃん、ディフェンスはほとんど向かれません、向かせません。お、なるほどね、もう受動系からね、向かれると思う。さあ、タイムアウト見ました。自分からだ、世界はですね、一中高女子の見られないスカイパス、バックパス、クリティな技を挑戦的にやったりするのが良いと思います。ぜひその技はね、ちょっと人数が少ないと交代ができないので、体力的なところもありますけれども、ぜひ思い切って自分たちのためにしてほしいなと思います。そしてですね、このメッセージを私たちのここを送ったんですけれども、もう一度、もう一度、ハイキーと叫びながら、コートを駆け抜けたい、はい、そういう思いで、この間に、ご出演いただきました。コーチさんだけのチームじゃないから、この間ですね、ジェンジェルを伝えたコーチカイルさんのことは、太田ガヤさんは一気に惚れちゃってるんですね。見染める、見染めるって何、これ何時代、江戸時代。若永さんのところ勝っちゃった。あ、若永製薬の若永も今年いいんですけどね。いや、でもいい検査だったな。競ってました、競ってたもん。俺もね、まあ見ていただいて、ただね、この日本リーグっていうのはね、この引退ってなかなかないですよね。年数で今最高額の残り10分です。もう一回注目してください。両チームに栄養を送ります。さあ、 HG は足が止まらないですね。よく鍛えられてる。惜しい惜しい、いいですね。ふわっとこのハーフスピードで打ってた。2番の福田道中、 SSS ハンドル2番の福田道中のシュートでしたけどね、なかなか入りませんでしたね。さあ、H 千葉の攻撃、ここ SSS ハンドルに守りたいですね。しっかりとあのキープレイヤーであるこの赤橋、そして佐々木蘭、ここら辺をちょっとしっかり強くで、キャプテンの成田翔一郎、まあみんな上手いですね、そう見たら全部キープレイヤーだな、これ。あと、先ほどからチャレンジ、そうですね、2回目ですね、2回目チャレンジしたけど引っかからないですね。あらしまー、ナイスマー、そしてナイスフォロー。そうそう、今山本コーラさんが今一番シャイスがサイン出しましたね。ああ、今チームプレーいいっすよね。うん、始まって。さあ、清水美咲、清水美咲がポストに入って、ここあサイドに入った。さあ、もう一回福田満ちる、ナイスシャー。福田満ちるはあれですね、前半はゴールキーパー入ってますかね。そうですよね、だから元々のポジションじゃないポジション、まあ、人数もなかなか集まらないと、まあ、このような状況の中で人を集めるっていうのも大変なんですけど、そこをしっかりと集めてコートの中でこう躍動してる姿を見るとおじさん泣きそうですね、もうね。泣いていいよ、中西、まあ、圧巻のスカイパス、決まったキックです。
ボールです。これは嬉しいよね。ここで HC 千葉ジュニア、リバウンドは成田の渚選手が入ります。まあドラゴンボールの孫悟空とか結構ね、浮所とか言うのもありますけどね。浮所です。自分のことオラって呼んでるんですよね。一人称はオラですよね、この人はね。カタカナのオラなんですよね。さあ、ここの間ですね、このトップの下のスペースっていうのは結構狙い目なんでね、この守備に岬が空いてきますからね、しっかり前になると。そこ、そうです、そうです。あー、いいパス。ノブチリリー。やったー。影の努力を欠かない。ノブチリリー、ノブチリリー、積極的。さあ、決めてきたな巨人だね。オロナルシーだね。あっといった、やるところだから。さあ回って福田ナイス。ここ1年生最高最高、ナイスシュートだ。さあ声出てきましたよ、 SSS とうとう声が出てきた。残り6分来たところ、泣いても笑っても残り6分来てる。後悔ね、頑張ってほしいですね。さあ、福田みちるちゃんも先生、神谷スタンダ先生のおかげで楽しく活動ができています。ありがとうございます。うわー、いいね、福田みちるちゃん1年生だからね。まだ本音は言えない部分もあるのかな。あ、バックパス、赤橋のバックパス。スタンダ先生でもね、こんな風に言ってもらえると嬉しいですよね。先輩たちも先輩たち何、私にハンドボールの楽しさを教えてください。ありがとうございました。何注意一般の教えてくださったって言い方する、しないよね。しないよね、まだね、そんな中学生の頃なんて。おー、ナイス、いいですよ、今ヤングコーナー、ナイスランニングシュート。中村夏樹がもうナイスセーブすぎて。さあ来た、赤橋1対1、うわ、速い、うわ、強いな。やれしー。まあでも前向きに言ってね、今ね、この清水美咲とこの佐藤がこう話し合ってます。あ、交代なのかな、どうしたかな。あれ、どうしたかな。飲んでくるとかそういう感じなのか。もうこれ入場退場とかもう無視ですね、でもね。あ、そうですね、これ今ディフェンスに当たってコーナーですね。野口リリがボールを取りに行きます。さあ、一度水分を取った清水美咲が勝ち、そう、交代もいないからしんどいだろうね。うん、いないもんだ、やっぱ40点ってやっぱなかなか練習もね、十分にできないところだっただろうから。さあ、HC 千葉声出てますね。惜しい、あー、来た。さあ、またボールが通る、高橋真央から行ったな。行きました、1番ジュニア、8番野口奈良。さあ、ここ切り替えていこう。佐藤が必死にチームを鼓舞している。大学4年生、高校3年生と一緒にプレーしています。最終学年の高校生と大学生が混成したチームですね。さあ、佐藤が中学生のパワーがすごい、佐々木蘭のパワーがある。さあ、山本ココナ、ココナから清水美咲、来たー、打った、そういうことなんだね、多分。佐藤は、上手くなる清水に私がブロックするから上から打ちに乗りに行ったんだけど。さあ、ディフェンス、ここは SSS アンドブ踏ん張りどころ。 HC 千葉の攻撃力は素晴らしい、どこにも穴がない。さあ、メンバーが、あーと7人ですね、7人攻撃ですね。ゴールキーパーが今、千葉のゴールにはいない状態ですね。はい、1人コートプレーが多い状態、数的優位の状態を作って、攻めに来てると。さあ、ポストに3人入ってきてる、相手ディフェンスの中に3人ポストが入って、サイドが空いて、シュート、すごい、成田佐藤がですね、早くボールを奪って、右のゴールにシュートを落とすことになりました。
江川早方です。そして野口リリー、野口リリー、野口リリーから清水美咲、ナイスパス、 7m スローですね。連続殺人事件のもこれですか。ナイスキーパー、新千葉ジュニア1番中村さん。さあ、タイムアウトですね。新千葉ジュニアの1分間のタイムアウトです。キーパーすごいな。いや、中村夏樹すごいです。中村夏樹の見てほしいプレーって何だったんですか。中村夏樹じゃない、はい、1番書いてないですか。書いてないですか。書いてないですね。教えてほしかったな、ね。うん、さあ、とうとうこの3試合にわたってお送りしてきたザ・ビギニングカップ、終わりではない始まりも、最終試合の残り1分38秒ました、ね、そうですね、まあ、中学生対高校生、大学生なんですけどね、まあ、でも人数の700は多い。でも H1 はそんなに交代してないですよね。さあ、この最後1分40秒ジャックですね。ここで先制するアンドロがちゃんと自分たちの納得のいくプレーをして、ああ後輩たちにこの繋ぐんですかね。繋ぐね、繋ぐよね、そういうとこあるよね。さあ7番の1年生佐々木さくら、8番の野口奈々が、2番の成田渚、さあ1年生たちがどんなプレーをするのか。シュート、佐々木さくら、ちょっと浮いてしまった、ちょっとシュートが高く浮いてしまった。ここ、しっかりと決めていきたいですね。下級生ができたところ、さあ、シュートから野口奈良、いった、惜しい、枠に入らない、残念残念。さあ1回戻ってディフェンスですね。ここ残り1分です。さあ、ここしっかり守って1点取りですね。最終学年の選手はオレンジ色のリストバンドをつけています。 SSSL7 番、あらしばー、すごい音がした。あ、間に合わなかった。さあ、まだ開ける、まだある、まだ時間はあるよ。しっかり守りたい、しっかり守りたい。おっと、ナイスカット、カット、ラモコラが、あー惜しい、もったいない、テレに行きたい。残り30秒、佐々木さくら、7メーターですね。新千葉ジュニアに7メートルスローが与えられます。お、あ、ゴールキーパーが指名されて、新千葉ジュニアシュートを打つのは1番ゴールキーパーの佐々木、キーパー対決となりました。8になるのかな、多分シュート打つのは。おっと、どうした、山本ココナが足を痛めたんじゃないか。ここで試合終了ですね。はい。
そしてフリクラ賞として AC 千葉ジュニアの方にはこれを新チャンセルトが決まってます。そして最終学年の皆様には日本代表オリフィネジャパン T シャツが1人1枚配られます。日本代表オリフィネジャパン T シャツです。今大会の MVP を発表したいと思います。 HC 今回ですね MVP2 人選出させていただきました。 HC 千葉ジュニア MVP1 人目は3番佐々木朗希。
これからまたハンドボールに、またこれはですね、終わりではない、始まりだというふうに、この大会の名前がついてるんですけど、この大会を機に、どんなハンドボールライフを送ろうと思いますか？してあげたいと思います。これが挑戦してくれた人とか、あとは